マンデラエフェクトは実際にあるってことなんですよ。言ってましたね、うん、全然落ち着いてね、喋ってましたね、うん、なんでそんな広告つかへんのこと言うの、うん、秘密結社小闇ナティメンバーシップ会員募集中。どうも小雪でーす。幹部のミョンでーす。天の声込んだから柔道でーす。今日も楽しくやっていきましょう。はい、ミョンさんに問題なんですけど、はい、いつもと僕違います。何が違うでしょうか。ゴムマスクつけてるとかですか。ふざけんなよ。ゴムマスクつけた別人でしょ。おいおいおい、アンチだろ、アンチ消したのかお前。書き込んでんだろ。聞いてきて答えたらマジ切れ。この問題国会にあげたのかお前。ダメ、センシティブだよ。本当にちょっと分かりにくかったかな。いつまで口角をキュッと上げてます。わかるか。可愛い。皆さんこちらをご覧ください。こちらのモンスター言えますか、名前。これはピカチュウでしょ。絶対偽物じゃん、もうこの人。異性時間の人。気持ち悪い。うら。これピカチュウじゃございません。はい。本物のピカチュウはこちらなんです。はい。つまり尻尾の色が違うんですね。ああ、本当だ。本当は尻尾の黒がないんですよ。はいはいはい、はい。でも結構ピカチュウ塗ってってなった時に、うん、塗っちゃう人多いんですって。はいはいはい。ちなみにこちら、ゴンダーラ十三くんが描いた。希少。ピカチュウなんですけど、ちゃんと尻尾塗られてます。どっから持ってきたんですか。レイトラの初期時代に描いた。気持ち悪いな。背中はディティールちゃんとしてんだ。でも偽物のピカチュウ見てもあれこっちが正解じゃないのって結構思うじゃん。思う思う。はっきりいやそうだったっけって言い切れないでしょ、うん、これをですねマンデラエフェクトって実は言うんですね。おお、そうだ、はい、これはですね都市伝説業界では結構言われるんですけども、はいはい、最近 X でよくね、はい、コヤッキーの顔がちょっと変わってるんじゃないのって、ね、ゴムマスクとかマンデラエフェクトって言われるんで、今日はこのテーマについて取り扱っていこうと思うんですけど、はい、なんとマンデラエフェクトっていう現象は、うん、DSディープステートという裏の政府とかね、うん、黒幕みたいなのが起こしているんじゃないかっていうまあ噂もあったりするんですよ。散々マンデラエフェクトと言われているわけですけども、うん、実際に今ここにいる僕っていうのは DS によって別世界から連れてこられてる可能性もあるわけですよ。ごめんなさい、自分で言うのそういうのって。ドラゴンボールスーパーなんか見てる人分かると思いますけど、はいはいはい、第7宇宙のね地球なわけでしょ。ああ、はいはいはい。いろんな宇宙があって、はい、そこに同じような地球もあるわけですね。同じように僕たちも YouTube やってるわけですよ、はいはい、そこでミョンさんの方がもしかしたら登録者が多い世界線かもしれない。まあねー、そういうのたまに行ったり来たりしちゃうんだって、この間山口敏太郎先生もおっしゃってましたけど、うん、マンデラエフェクトは実際にあるってことなんですよ。言ってましたね、うん、全然落ち着いてね喋ってましたね、うん、それは否定できないんですって。なの、はいはい、その DS の話はまあ後半にしようと思うんですけど、うん、じゃあそもそもマンデラエフェクトってどういうことって都市伝説詳しくない方のために説明します、はい、マンデラエフェクトとは事実と異なる記憶を不特定多数の人が共有している現象を指します、うん、インターネットスラングです。およびその原因を超常現象や陰謀論として解釈する都市伝説の総称である。これなんでマンデラっていうかというと、うん、当時存命中だった南アフリカの指導者ネルソン・マンデラっていう人がいたんですけど、はいはいはい、1980年代に獄中死したと。なるほど。いう記憶を持つ人がめちゃくちゃ大勢現れたんですね。それ以外の事例に対しても広く用いられます、うん、なんで本当は生きてたわけですよ。あー、獄中死してなかったと。そう、うん、今はですねネットミームの一個みたいになって、あ、はいはいはい、ネット上では様々な原因が空想的仮説として噂されており、決定的な定説は確立されていないが、パラレルワールド間の移動を体験したことによるものとする疑似科学的な続説が主流となっている。お、一方懐疑主義の立場からはこの現象は人間の記憶の不確かさによる虚偽記憶にしか過ぎないとの主張が多く見られる。へえ、でも虚偽記憶にしてはね、みんながね一斉にね思ってるっていうところが、これが面白いのがさ、僕あの映画のマトリックス好きなんですけど、うん、見ました。マトリックス見てないです。わお、そんなストレートに。そのくせにモーフィアスとか赤だの青だの薬のことしてるよな。あ、そうです。歌ってるよ。あれってさ、プログラムの世界なんですよ、いわゆるね。マトリックスの世界ですから、例えばミョンが明日起きたらお金持ちの男の子になってってプログラムを書き換えれるんですよ。よっしゃー。そうしたら明日そのいう風なステータスになってる、うん、つまりドラクエのパスワードを入力するチートになってると同じ。なるほど。子供プログラム一つでできてしまうんですね、はいはいはい、マトリックスの映画の世界曰くですよ。例えばそのデジャブってあるじゃないですか。ありますね。今黒猫が通りました、うん、時間過ぎた、あれまた通ったなみたいな、あれそれ見たことあるみたいな、めちゃくちゃすごい。ああいう時っていうのはプログラムのバグなんですって。へえ。だから書き換わったんだなってのがなんか分かる。へえ、面白い。面白いね、うん、その事例はですね、存命人物の訃報や追悼番組、うん、作中の存在しない場面やセリフ、実際
体と異なるキャラクターや商標などに多岐にわたるが、ほとんどが日常の些細なものであり、個人の現象であれば、ありふれた記憶違いとみなされるものである。記憶はそういうふうに思っていても、いちいち確かめないじゃん。そうですね。何が生きてたかどうかなんで、別にふと思うことはあっても検索とかしないでしょ。確定させませんね、別に。ふと思ったことでも、そうだったよなって思うことが、一晩寝たら記憶が定着しちゃって、それが事実かのように誤認してしまうこともあるんだって。はい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 、はい。それを知り合いとかに風潮すると、さらにその人も、あれ私が間違ってたんだったっていうか、だと伝染していくみたいなね。はいはいはい。ただですね、同一の記憶違いが全く面識のない不特定多数の間で共有されている理由を合理的に説明することが困難であるがゆえに、一種の怪奇現象とも見られている。そうですよね、みんなが言ってるっていうのがね。そう、同調圧力って怖いよね。あ、確かに。100人いて1人だけが昨日あったことが正しいことを記憶してるとしても、99人が1万円ちょっとバイト代出すから反対のこと言っといてくれへんって多分言うやん。言いますね。そしたら1人は多分これね、嘘になるんですよ。いや怖っ。だって自分以外の99人がまさか嘘を言ってると思わへんから、俺がおかしかったんだって。なります、なります。怖い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 よねこれってね。確かに。ということで、1人の勘違いではなくて、大勢の人が多く勘違いしているからこそ別の世界の情報が入ってきて、つまりマンデラエフェクトだと言われるという概要です。なるほど。ここまで大丈夫でしょうか。はい。小池さんこの間ね、はいはい、スタッフの給料全員で、ね、30万円あげるってね、言ってましたね。言ってましたね。ね、うん、いや本当ありがたいね。ありがたいですね、本当に。嘘とも言えない空虚な反応。じゃあ上げてみせるよ、それを。上げてやるよ一気に。俺わかんない、ミョンのね、姑息さ。30万円って数字100万とは余裕は、余裕は余裕は、30万円って言ったらミョンっぽい。でもそういう風にして詐欺師って洗脳してたりするのね。うん、そうですよ。詐欺師の手口って最初簡単なところからやっていくんですって。なるほど、うん、この前1000円貸したよねみたいな。あ、それだったら自分が忘れてる時かもしれないから、うん、1000円渡したりするんだって。うん、だそういう風になんかね、分かりやすいとか洗脳してるらしいから。東屋さんに1回貸した1000円無限に言われます。でもそういえば1000円はって大使館の前のね。そうそうそう。マンデラエフェクトが起きる理由、たくさんリサーチしてきました。まず1つ目、パラレルワールドへ無意識への移動。この世界とは異なるパラレルワールドを無意識のうちに移動した結果、現実とは異なる記憶を大勢の人々が持つに至ったという説が主流となっております。はいはいはい。それ以外にも仮想現実の不具合によるものとする、さっきのマトリックスの話ね、タイムトラベラーの過去改変の影響によるものとする説などがあります。これが一番最初に来るんですね。そうなんですよね。説として。どう、パラレルワールドも当然ですよね。もうこの感じだと、うん、未来の技術ではこういうことが証明されていくんでしょうね、うん、シュレディンガーの猫って知ってます？あ、はい、よく聞きますよ。箱の中にじゃ例えば爆弾入ってます、うん、猫を入れときます、うん、箱開けたら爆発するってもしなった時に、うん、その猫は死んでるのか生きてるのかっていうことなんですよ。あ、はいはいはい。うん、同じ事実があるじゃないですか、死ぬということと生きてるとか同時に存在してるんですよ、うん、これって。それの時点にもパラレルワールドが成立してるという根拠という人もいますよね。はいはいはい。不思議よね。不思議。量子力学の世界では同じ物質でも、例えば僕が東京の渋谷にいるっていうパターンと大阪の梅田にいるパターンっていうのは証明できてしまうんですって。はぁ。まあ確かにね、はぁってなりますね。ですよね。金田一とかコナンどうやって推理するの？本当にそうですよ。アリバイがない。2つ目の理由、技術の発展による過去改変。あー、改変される方か。 SF っぽいけどすごい、うん。まあ、陰謀論としてはセルンっていうのがあるんですよ、うん、ぐるぐるぐるって回ってるその円形の装置があるんですけども、はいはいはい、これものすごい速さで回すんですよ、うん、高エネルギーの物理実験によってパラレルワールドへの干渉や過去改変が起きているという説なんですね。おこれバカにできなくて、風が吹けばおケアが儲かるみたいな言葉ってあるじゃないですか、うんうん、これなんていう現象かわかります？これはなんていう現象か、ホバリング。バタフライエフェクト。あはいはいはい、よく聞きますねこれもね。つまりでここで風を吹くだけで遠くの何かには現象を与えてることなんですよ、うんうん、僕はちっちゃい現象しか起こしてないんですけど、回り回って例えばドミノなんかにもさ、ちっちゃいドミノをね並べてポンって倒すとダダダダダダっていくやんか。あ、そうですね。途中で大きいドミノにどんどん変えていったら最後ビルまで倒せるようになったりするわけでしょ、はいはい、そういうことです、まあ、分かりやすく言うと、ね、また都市伝説研究家の宇佐和通さんは、マンデラエフェクトがインターネットを媒体とした AI の心理操作により代替現実を創放出する計画によるものではないかという陰謀論を展開してるよっていう。すごい計画だったんだ、ね、うん、結局さ、マトリックスの世界も AI に支配されてるんですよね、人工知能に支配されてるんで、実は数年前から僕たち知らないだけで現実世界とマトリックスの世界入れ替えられてるみたいな。いやうまく切り替えられてるみたいな。こっちが仮想みたいな。そう、僕らが実はそういう風に踊らされてる。夢の中にいると同じ、はいはいはい、夢の中にいる時って現実と思って過ごしてるわけじゃん、みんなね。夢の
中であんま夢思えないのと同じように、はいはいはい、今現実が実は夢の中にいて本当は起きたら真っ暗な世界なのかもしれないよね。いや怖、確かにね、うん、iPhone とかも寝てる間にシステムアップデートされたりするのと同じで、そうそうそう、僕らも寝てる間にね得られたらね分かんないですもんね。いや分からないよね、うん、女の子と寝てる間に写真撮られてて別問題じゃないですか、別問題アップデート関係ねえ俺寝顔こんなんなんだって思ったというそれは、ね、違う媒体を通して見たついていきます。3つ目の理由です。人類の意識の拡大による平行現実の認識ということですね、うん、スピリチュアル信奉者が自らの理論を主張する際にマンデラエフェクトを援用するケースが多く見られます。この辺で僕はねあのしつこいってこの前なるほどなるほど、はいはいはい、マンデラーたちはこの辺ですね、うん、そう、チャネラーとして広く支持されているダリル・アンカさんという方がいらっしゃるんだけども、うん、宇宙生命体バシャールからのメッセージとしてマンデラエフェクトとは人類の集合的合意で選ばれなかった平行現実の歴史が意識の拡大によって認識されるようになったものであると主張しております。僕そんでましたね今、はい、バシャールって言ったところでなんかバカにしてるよねなんかバシャールみたいな名前の人が出てきたなと思ってまあつまりどういうことかというと、うん、どれが正しくてどれも正しくないのかもわからないという、うん、ちゃんとこの現象について研究している人がいるっていうことですよ。確かに、だって誰も証明できないから、はいはいはい、俺もパラレルワールドとかを行き来しながら未来を作っていってるんだなと思うんですよね、はいはいはい、僕は YouTuber になってない世界線もあっただろうし、僕がもしかしたらマサチューセッツ工科大学に行って博士みたいになってた世界線もあるかもしれないよね。まあ否定はできないですね、うんうん、じゃあここからですねマンデラクイズのコーナーよいしょはマンデラクイズでしょ。なんでそんな広告つかへんのこと言うの、うん、マンクイでしょ別にマゴクイみたいな感じで、そうそうそう、マンクイって言ったらあのねパンティーラインにこうおいバカまずですねこちら先ほどのピカチュウなんですけど必勝気持ちが悪いな。ゴンちゃんのやつね、うんうんうん、ゴンちゃんのやつはねマンデラ次元の問題じゃなくて世界のピカチュウ描いちゃいましたね、うん、続いてですねこちら白雪姫の有名なセリフから、白雪姫で王妃が鏡に向かって話しかける有名なセリフありますよね。はいはいはい、あなんて言ってました。鏡を鏡を、うん、鏡さん世界で一番美しいのは誰ってやつですよね。いやパーフェクトやわ。合ってる。おーパーフェクトなマンデラですわ。マンデラは何マンデラ一級ちゃうかどういうこと。これね実際は鏡や鏡壁にかかっている魔法の鏡よということでかなり命令口調なんですよ。うっそだ。ほんでですー鏡さんって言ってないんだ。鏡さんって何鏡さん鏡さん言うとるってもしかしたら子供向けの劇とかでねセリフを変えられてしまってそれがみんなに刷り込まれていてそうなってるのかもしれません。あ、はい、ありえそう。確かにね、うん、いや絶対そうなんだよな、うん、幼少期に見たアニメとかって異様に覚えてるやんそうね、はいはいはい、それが自分の中の常識みたいになってるから。そうですね、そういうことなんじゃないこれ。そう確かに、ね、確かに、ね、続いて幻の都道府県。47都道府県言いますよ僕。どこ47つってんじゃないですかどこはい、じゃあ言ってよアメリカの州の数。アメリカの州の数は48個目がねあるっていう知識話題になったんですけど、その県名までもみんな同じこと言ってる。例えばアルファベット何個あったっけかなとかさ、うんうん、都道府県何個あったっけ一生思い出せん時あるでしょ、うんうん、でも48っていう数字が勘違いで揃うのは分かんねんけど、48個目がとある名前で一致することすごくない。何何、どれこれがですね岡崎県。うわ聞いたことある。ありそうありそうです。やばいやばい脳みそこんがらがる。東海オンエアさんのねそうそうそうページっぽい感じ。そう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 、これいつの間にかなくなっていたという不思議な記憶を持っていたりするんですけど、怖い怖い、岡崎県などないということを知っている人であればなぜそのような不思議なことが起こるのか疑問に感じますよね、うん、これに似たような現象がたまに起こるということはなんとなく理解できたんじゃないでしょうか。ああこういうことなんだ。多くの人が間違った記憶を持っていたらそれが多ければ多いほどあたかも本当の記憶のように全員に刷り込まれていくんですね、うん、だから事実になっちゃうんですよね、うん、結局多数決をすると怖いよね。怖いですね。続いてこちらです。架空の世界地図、皆さん問題です、はい、日本とオーストラリアとインドネシアの大体の位置関係を教えてください。チチチチチ日本、はい、オーストラリア、うん、でインドネシア。正解すんなよ。グアム行っちゃったからね私。あなるほど、うん、実はインドネシアとオーストラリアってめちゃくちゃ近い。あでもここまで近いっていうイメージじゃなかった。すぐ下なんです、うん、だからねグアムこの前行った時にもうちょっと泳いで南の方行ったらつけるは恐れる。うんうんうん、うんうん、泳いでは行かれへんやろ。待ってる
まあそうなんだけど、そりゃそう、うん、そういう人もいるかなって思って、無理飛行機とはなるから。インドネシアとオーストラリアって意外と近いんですよね。これは日本人にありがちなマンデラエフェクトと言われていて、うん、おそらく学習過程のどこかでそういう風に勘違いしてしまうような内容が入っていたんじゃないかと考えられます。なるほどね。世界地図は特にここ怖かったっけってこと多いよね。あるある。メルカトラスそうそうそう。でビヨーンってなるから上下の方だけ引き伸ばされるんよな。だから南極とかロシアが膨大に広く感じる。いやそう実際もうちょっと狭いわけ。本当にロシアでっかかったっすね、あの時の。日本をロシアの方にこう縮尺を同じように持っていくとめっちゃでかくなる。うん、から日本ってでかいんやって思ったりね。うん、ちょっと勘違いしやすいんですよ、場所とかは特にね。ゴンちゃんはちょっと九州出身なんで答えないでほしいんだけども、はい、東京とかに住んでたらさ、うん、福岡ってあったかいイメージあるやん。あ、なんかありますね。ちょっと南の方にあるみたい。あ、そうよ。でもね、東京と同じなんですよ。緯度やったかな。あー、そうなんだ。南の方にある沖縄あったかくて当たり前やん。うんうん、沖縄に近いからあったかいみたいな。そう、なんか謎の、ね、日本地図って北海道頂点に、はい、縦に長いみたいな。そう、うん、だってこっからここ同じ横っ、知らなかった。続いて一番有名かな、キットカットのロゴです。あ、出た。真ん中にハイフンがあるかどうかなんですけど、はい、どっち派ですか。ないと思います。正解はこちらです。ない。よし、ということでまた点数稼いで、僕あると思ってたんですよ。いや、あると思ってました。いや、あったんですよ昔は。確かに、ね、多分過去改変が始まった。これすごいよね。すごいですね。マンデラクイズ楽しいでしょ。皆さんもぜひね、皆様で答え合わせをしてください、どれぐらいマンクイされていたか。そうですね、マンクイ。続いてですね、このマンデラエフェクト、とある陰謀論が大きく関わってると言います。何？マンデラエフェクトは DS が引き起こしたもの。うわー、ディープステートの略で闇の政府とも呼ばれていて、世界を裏から牛耳っているなんかも言われますけども、うん、ウェブムーの記事によりますと、はい、DS には世界線を変更する能力があるらしい。能力がある。はい、DS は子供を殺すけど自分たちは殺されたくないと思っている、だから世界線を変えてきたんだけど結局自分たちが殺される世界線しか残らなかったということで、うん、かなりヤバい話がされています。何度転生しても俺は殺されてしまうのかみたいな。でもそうだよね、まさにね、うん、これは陰謀論を信じる人たちへの講演会の話らしいんですけども、うん、そこの場でマンデラエフェクトの話が出たそうなんです。おー、さっき話したピカチュウの尻尾や都道府県の話なんかも世界線を変えられてしまったから起きた記憶違いと、うん、まあ、バグです。はいはいはい。でピカチュウの尻尾は黒かった世界線や、うん、岡崎県が存在した世界線などがありまして、そこから来た人たちが今の世界線では勘違いしていることになっていると、うん、で記憶っていうのはどんどん薄まっていくらしいんですよ、うんうん、だから実際あったことでもこれは俺の記憶違いだとされてしまうみたいなね、ことがマンデラの特徴らしい、うん、でもっとすごいのがフィンランドは存在しない。いや、こんばい。いや、フィンランドってもうサウナとかで有名な国だから。そうね。あるよ。うん。でももうみんながそう思ったらマジ消されちゃうよね。本当に。言ってたやん、ヒルルクも。いつ死ぬと思うって人に。忘れられた時だ。そう。ってことみんながそう忘れてしまったら存在しなくなるよ、ほんまに。確かにね。フィンランドという国はなくって、日本の漁業のために架空の国家として作られたフィンランドの国名はフィン、まあ、イコール魚のヒレだと。あ、フィンだね。いうもの。考えたのは海外の一ネットユーザー。うん、彼が広めた冗談がいつの間にか本当のことにされて、うん、フィンランドにある世界線とない世界線に分かれるという話だった。たった一人の嘘、うん、でこうなってしまうね。なるほど。地球平面説も同様で、うん、地球が球体の世界線と平面の世界線があり両方ちゃんと主張するじゃん、はいはい、プラットアーサーたちもさ、ものすごい真剣にそれを唱えてるやん、うん、あれは本当なのかもしれない、それは、うんうんうん、自分の心が正しい時は地球は平面になり、正しくないと球体になるっていうふうに言われてる。なるほどね、うん、でさらにはですね、物をなくしたり遅刻してしまったりするのも DS が世界線を変えてしまったせいであると主張している人もいると。なるほどね、すごいよね、うん、すごいな。でもなんかさ、家でさ、あれどこ行ったっけみたいなことって、まあ月に1回ぐらいあるでしょ。月に1回どころじゃない、毎日。だから、ね、家の中で使ってたから絶対家の中にあるはずだけど、うん、ない。これはもう泥棒に入られたか、違う世界線に行っちゃったか、その物が。本当に財布なくした時そう思った、うん、思いたいよな。ということでですね、 DS が世界線を変えることにより、時折ですね、違う世界線の記憶が混在してしまってマンデラエフェクトが起きているというのが陰謀論界隈の通説、都市伝説でございました。いかがでしょうか。うん、面白い。僕ね、ちょっと小池さんに謝らないといけないこと、ちょっとこれ見て思い出して、一つの嘘が広まって、うん、それが常識みたいになっちゃったみたいな話だったじゃないですか、うんうんうん、小池さんがなんかゴムマスクとか、はい、いろんな人がいっぱいいて中身変わってるみたいな、は
言われたり最近よくしてるじゃないですか。それ広めた原因僕かもしれないです。なんで小駅さんがいない時の旧小駅 Vlog の時にネイビーさんとかのすけさんとか撮った時に小ヤッキーさん多分家に充電器があって体が何体もあるみたいなこと言っちゃったんですよ。それ信じてる人が広めてたらもういやいやそんなにさインフルエンス力だったらもっとまともなこと広めてくれへんこのチャンネルを。ごめんなさい怒ってないですもん、はいはいはい、呆れてるだけで、はい、スタッフがねこのカメラの向こうにいるじゃないですか、はいはいはい、ゴンちゃんがだからゴンちゃんの方見ながら喋ってる時に、うん、見た小ヤッキーの目線右に反らしてるでしょ右の目線を反らしてる嘘をついている時なのだからさ見えないものを見ようとしてくれよ天体回想さそういるんだよこっちにいるんでじゃあ俺は誰が喋ってるんだよってなるじゃん、うん、だからもう考察するのは面白いんやけど、うん、頼むからもっとちゃんと見てくれ、ほんまにゴンの存在を消さないいや本当に俺がいない世界線ができるからそうそうということで皆さん今日の動画が面白かったら高評価そしてチャンネル登録お願いします。そして僕たち月額590円でメンバーシップをやってます、うん、ぜひ入ってください。今みたいなねアフタートークみたいなの撮って皆さんに楽しんで回ったりもしてますんでぜひぜひ入ってみてください。よろしくお願いします。あなたがメンバーシップに入って楽しんでる世界線が僕には見えますよスピリチュアルやな、はい、ではまた会いましょう。バイバーイ